皆さん、こんばんは。柏には負けられないをご視聴いただき、ありがとうございます。第1弾ということでですね、張り切って参りたいと思います。まあ、どんな人が見てくれているかわからないのですが、まあ、ジェフが好きな人、そうでない人もね、サッカーが好きな人、多くの人に見てもらいたいなと思っております。最後まで見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。そして、この柏には負けられないを進めていく MC、プーです 僕はですね、千葉県市原市に生まれてですね、生まれた時から、もうジェフユナイテッド、市原千葉が生活のね、すぐそばにあった。そんな、生まれた時からジェフファンの僕と、もう一人、えー、MC がいます。リーはーい。アシスタント MC のリーです。僕は J リーグが大好きでですね、J1、J2、J3、すべてのカゴテリーのですね、全チーム、 大好きでまあ詳しいということですねまあこのチャンネルを盛り上げれるかなと思ってまあこのチャンネルに参加させてもらっています、まあ、千葉県にもですね生まれは違うんですけど僕は10年ぐらい住んでいるのでまあジェフや柏にも思い入れが強いので熱く応援できればなと思っていますよろしくお願いしますそしてもう一人ディレクター YOU はーい、えー、ディレクターゆうですよろしくお願いします はい、えー、こんな3人でですね、えー、ジェフを応援したい。そんな気持ちで、えー、この番組をお送りしていきたいと思います。えー、このね、番組は、柏には負けられないというタイトルですが、えー、決して、柏レイソルとの試合を、まあ、追いかけ続けるっていう番組ではなくてですね、えー、そうですねジェフフファン3人で、もう柏に追いつけ追い越せ。そんな思いで、J1 昇格、まずね、J1 昇格を目指して、 そして J1 で優勝を目指したい。そんな思いで、このタイトル、このタイトルでね、番組をやっていくのですが、まあどんなことをしていくかというとですね、まあ試合前に試合の予想だったり、試合後に、まあ独自にね、解説していきたいなと思っていきま、思っています。そうですね。まあできれば今シーズンはね、すべての試合について話していきたいなと思っているのですが、まあ慣れてきた頃にはね、新しい、まあ試合解説以外、 予想解説以外のねことにもチャレンジしていきたいなと思っています。まあそしてですね、今こんなご時世ですがコロナ明けスタジアムにね、足を運ぶことができる際にはね、映像など、まあもっと動画のね、幅が広がってくればいいかなと思っております。まあそしたら、そうですね、いろんなことまあスタジアムのね、雰囲気とかもね、ぜひとも届けられたらなと思っております。まあそしたらですね、もう、 今週の土曜日ですよ、リー。そうですね。やっとですね。やっとですよ。まあそうですね。先ほども言ったんですけど、まあコロナウイルスの影響によってですね、まあ長い間中断していた J リーグがついに再開されます。よし来 <laughs> ました。<ー>まあ我らがジェフが所属している J2、また J3 リーグは6月27日の土曜日から早くも開催されることになっています。 J1 リーグはですねその次の週の7月4日土曜日から再開されることが決まっています、まあ、詳しい情報は6月15日にあの J リーグの公式サイトが全試合日程を出しているので、まあ、気になる方は J リーグのホームページであったり、まあ、ジェフのホームページを見てみてくださいね <laughs> まあなお、まあ、先ほどニュースでもあったんですけど、まあ、観客の動員については、まあ、7月10日以降入場規制を取りながら再開するそうです さてまあ再開ということでプーはどんな気持ちで J リーグ再開を待っていますかいやもう待ちくたびれましたよ早く試合が見たいですねまあですよね開幕1試合だけやったんだよねだって <laughs> もう,そうです,、ね、すごい昔に感じちゃうねうあの開幕戦が <laughs> まあ千葉銀カップと J1 第1節だけですからねそうねまあ J1 はさ何試合かあれルバンもさ 含めて何試合かやってるけど、まあね、ACL とかねいやもう俺らに関しては千葉銀カップでボコられ, <laughs> ボコられそしてまあ開幕戦白星でスタートしてよしこっからだっていうところでねまあ社会的なもう仕方ないこれはもう恨んでも恨みきれないまあ、ねいねうんまあ、でも本当始まってよかったよねまあ無観客からスタートして、ね、徐々に、まあ、早くスタジアムに行きたいですね まあ、プーとかユーは、結構去年とか一昨年とかも、スタジアムによく足を運んでたんだけど、まあちょっと、数試合は、ちょっと、スタジアムに行けないっていうことで、なんかまあ、ダゾーンにも登録してるそうですけど、まあそういうところはどんなことを思ってるんですかもう、ダゾーン様々ですよ。もうね。ああ、やっぱり。やっぱり。<laughs> <laughs> いやまあ、さあまあ、行けてる、 去年とか行けてる時もさアウェーなかなか行けない試合とかも多いからさダゾーン入ってるとやっぱアウェーの試合も見れるし、ね、もうたまらないねたまらないですねまあ、まあ、ジェフとしましてはそうですね直近ではまあ一番最初の試合が大宮戦ありましてまあ7月4日に第3節が水戸ホーリーホックとの試合があって7月11日に第4節で栃木 SC その次は4日後の15日、まあ、早くも連戦になるんですけどまあ源金沢戦が控えていますねいやもう過密日程がね過密日程すぎてね大変よこれは、まあ、まあ近いところで一応試合は組んでるんですけどねまあなかなか連戦はしんどいところですよねまあそうですねまあそんな こともありましてね。まあ、2020年シーズン始まったんですが、まあ、一応、ジェフのね、メンバー、ちょっと確認してみましょうか。まあ、一応、このメンバー表があって、下に線が引いてあるのがですね、アンダーラインが引いてあるのが、新加入だったり、レンタルバックっていうのと、あと、あれ、去年もいたのになって思う人にも線引かれてると思うんだけど、これは、あれ、去年は、期限付き移だったのが、今シーズンから完全移籍に変わった選手も、下に線が引かれてる。 そんな、ね、いい選手が。表ですね。まあ、ちなみに。リー的には、なんか気になる選手とかいます。まあ、今年のジェフに関しては、結構そうですね。さっきも言ってたレンタルで。去年加入してた選手が、まあ。継続でいい選手が何人も入ってますよね。はいはい、まあ、新井一騎選手であったりとか。<っ>まあ、あと普通に新戦力でも。まあ。 選手層を厚くするような補強がとても多いので今年はかなりあの解説者の方とかからもかなり注目されていますよねそうですねまあ米倉のったのとかね超嬉しかったよねでかいですねでかいもう八千代高校八千代高校出身でねもう千葉県といえばい、ね、あともうソロモンもね上がってきましたからねいやー やばいごついねソロももう <laughs> インスタとか見ててもさもうソロもごつみたいな川端よりもなんか肩幅あるんじゃねえかみたいなまあ期待はかかるよねハーフの選手最近活躍する人多いからねまあねあとは誰かななんか気になる選手とか まあかなり戦力としては熱いんでもともと新加入じゃない選手でもかなり注目すべきところはいっぱいいると思うんですよねただまあ千葉銀カップとかその第1節も見てて思うんですけどまあとでも話題で上がると思うんですけどまあユン・ジョンファン監督ということでまあ韓国人新卒大学生だったチャン・ミンギ選手まあいい感じで。 試合を見てる限りは今年のかなりのキーマンだと思うんですよねチャン・ミンギュ選手ねいやーコリアンファイターがまた帰ってきたって感じですよ最近あんまいなかったですねいなかったねもうチェ・ヨンスから始まり俺の中ではもう青、まあの,のチョルファン選手ぐらいですかね最近だとねルーツがあるとしたらいやーあーまあボム読んでました、ね、ました、ね あと俺もうね、ナムスーン覚えてるナムスーン知ってるあいましたね。俺超期待してたんだよ、ナムスーン。あの、ジャイールとかがいた年ね。はいはいはい。いや、あれ千葉銀勝ったよね、確か。会う、日立大で。そうです。ナムスーンとジャイールがいて。そう、俺の記憶が正しければ、その年のね、千葉銀勝ったんだよ。へえ<ー>。いやもうね、気持ちよかった。ジャイール、やばこいつ <laughs> みたいな、来て。で、ナムスーンが。 シュッシュッとかわしてねまあジェフそういうのは多いですからねいやーまあ楽しみですねしたらじゃあ,あ楽しみですねもう続いてはですね再開初戦の第2節について話していきたいなと思っておりますはい、はい、そしたらですね え、もう今週末、6月27日 J2 再開初戦、第2節の相手はですね、大宮アルディージャをジェフのホーム、福田電子アリーナで迎え撃ちます。まあ昨シーズンはですね、もう、やられましたよ。まあホームでは0-0でスコアレスで引き分けだったんだけど、アウエー、もう、2点取られて1点を、ミキがね、まあ、泣けなしのゴールみたいな感じで1点取って、まあ、 追いつくことできず負ける俺去年このアウェーナックファイブ行ってたんだけどね超悲しい思いしながら帰ったの覚えてるよもうまあ悔しいよね見に行ってわざわざ大宮までアウェイ行って負けると結構ねメンタルやられるやっぱああそれはでも分かる名古屋とか行った時勝ってよかったけどさまあプレーオフはいけなかったけどあの7連勝の時の名古屋の試合とかまあ超上がったわ けどまあ、アウェイってね<ー>負けて帰ってくるのはちょっとね悲しいやっぱまあね特に遠征してね負けたときはしんどいよねそう去年しかもなんかもう手も足も出ないみたいなアウェイ戦結構支配されボール支配されカウンターでやられ一平翔の塚にドリブルでグラレーみたいなディフェンスまあちょっと去年のジェフはね そうね。近年稀に見るひどい年だったからね。ディフェンス大崩壊みたいな年でしたからね。まあそんなところでですね、この番組、もう特徴と言ってはね、過言ではないのですが、ジェフのことだけではなくて、アウェイチームのリサーチも発表していきたいなと思っております。題して、リーのリーサーチ はいじゃあ、今度は僕が主導権を握って話していこうかなと思います。まあ大宮アルディージャに関してなんですけども、まあ、皆さん、大宮アルディージャ、どんな印象をお持ちでしょうか、プーはどんな印象を持ってますいやもうね、高木監督のね、もうずる賢いサッカー、あ,ーあとサイドの突破力がね、えぐいんだよ、ゴリゴリ。 そうですねあとまあ長崎時代から苦しめられましたからね、そ後の監督は、ね。やられてた、作詞だよ、もう本当に、頭がいい、あの監督はいや、間違いないですね。で、サイドの突破力、あとセンターフォワード、もう大宮と言ったらセンターフォワードの外国人に苦しめられるイメージがね、強い、まあ、なかなか外国人、いい外国人取ってくるのも特徴の一つですね。 まあ今シーズンの大宮アルディージャに関して言ってしまえば、まあ、かなりいろんな解説者の方が多くに昇格候補に挙げているチームなんですね。でまあ、今年、ジェフユナイテッド千葉はものすごくまあ充実した補強をあの繰り広げてですね、まあ、かなりいろんなところから評価は高い、まあ、注目度がとても高いチームなんですけど、まあ、ただ、順位とかの評価に関しては、むしろ大宮の方が個人的には すごくいい評価を得てるんじゃないかなと僕は思ってるんですねでこの大宮アルディジャってチームはですねまあ J1J2 ともに J リーグを語る上ではなかなか欠かせないチームだとまあ僕は思っているんですよねむしろ最近で言うと J2 にいるよりも J1 のイメージの方が多いんじゃないかなって、まあ、強いんじゃないかなって思ったりしますねでまあ大宮といえば、まあ、ジェフと同じく共通点があるんですけどプーは何だと思いますか バックが大企業とか何共通点ああまあそれもあるかもしれないですねーそうねあダービーがあ,るあそうですねまあこのチャンネルのタイトルにもなってるジェフには柏という、まあ、ちょっと最近は実力差がついてしまってるかもしれないんですけど同じ県に、まあ、かなり強いライバルチームを持っているんですけども近江アルディージャもですねジェフと同じく同じ県に 浦和列という超メガクラブをですね,そうね持っているわけなんですよ同じ市だしねあれ、まあ、しかも併合されてそうなんですよねやばいよねでやっぱり浦和っていうのは J1 でも屈指のサポーターの数を持っているので、まあ、かなり大宮的にはライバル心がかなり強いというイメージがありますねサポーター的にも、はい、かなり埼玉ダービーは JF 千葉ダービーに負けないぐらい熱い戦いとなる いうイメージがあるんですよなるほどまあファイブでもそうですし、まあ、埼玉スタジアムでもかなりサポーターが盛り上がってる印象なんで、まあ、その裏は、まあ、柏は同じ共通点を持つチームとしてかなりちょっと僕は親近感が第三者目線的な感じではあるんですよねなるほどえちなみに今シーズンはどう外国人とかの出来とかは <laughs> まあ、今シーズン、外国人の出来っていう話になると、まだ第一節しかちゃんと見れてないんで、何とも言えないんですけど。ちなみに、第一節では、あんまり機能してなかったんじゃないかなっていうふうに、僕は思ってます。誰だっけセン今年のワールドに、一人取ったんだっけ。そうですね。セルビア人だったと思うんですけど、ハスキッチっていう選手、ま取ってるんですよ。はいはい、で、まあ、この選手、まあ、特に今年の大宮はですね。まあ。 ジェフとの試合もそうですし、まあ、今シーズンの大宮の鍵を握るのはこのハスキッチはじめとする外国人選手だと僕は思っていますなるほどそうですね他にはまあゴールキーパーにも取ったんですけどもう1人注目すべき選手としてはディフェンスに、ね、センターバックでマクシュメンコ選手という選手を取ったんですね、まあ、この選手と そのセンターフォワード多分ワントップを張ることが多くなると思いますハスケッチ選手この2人がとても大注目ですねなるほど、ね、俺のねイメージ結構さ大宮って昨シーズン末にさ選手抜けたじゃん、はい、大事なところバラダが、ね、バラダ選手抜けてロビン・シモビッチ抜けて抜け、ね、ファン・マデルガドも抜けて抜け抜けもうなんかいい な結構活躍してた選手がどんどん抜けてったイメージがあったんだけどまあ結構補強は追いついてるってことなんでじゃ まあそうですね。まあ特にさっき言ってくれたバラダ選手、ファンマ選手なんかはかなり去年のチームでも中心にいた選手だと思いますね。まあ得点力としてはファンマ選手、シモビッチ選手抜けたのは、まあ敵チームからしても脅威がなくなったとも言えますし、まあバラダ選手なんかは湘南ベルマーレに移籍しましたけど、まあ J1 でもレギュラー張れるぐらいの試合を作る。 あの能力とても高い選手なのでね。とても痛いんですがまあ、今年は新戦力もとても充実してるんじゃないかなと僕は思っています。まあ、そうですね。実際大宮去年からかなりルーキーも含めて戦力の争いがとても高くてですね。<い>まあとてもその新戦力が全員スタメンに名を張るのかといったらそうではないんですけどもまあ、その競争を生んだりですね。まあ。 チームの全体的な戦力を底上げするっていう意味ではかなりいい補強をいっぱいしてると思いますなるほどまあそ,そうですね他なんかでまあその中でも一番注目なのがまあハスキッチ選手ですねまあプーはジェフなんで最近はちょっとね <laughs> J2 を見ることが多いかもしれないんですがそうなんよまあ大宮の外国人って 特にフォワードですねどんなイメージ持ってますかで,もゴリゴリでかいかゴリゴリのドリブルを持ってるかもうマテウスとかあ<ー>マテウス選手ねああマテウス、ね、のイメージが強いブラジル人ジニフォそうですねあとズラタンマテウス、ね、ズラタンねズラタン浦和でも活躍しましたね,ねあとラファエルとかいてよね確かあいいそうですねこの選手も浦和で活躍して今中国のチームにいったんですかね まあこのハスキッチ選手っていうのは、まあ、東欧で、まあ、2シーズン前にセルビアリーグで得点王を取った選手なんですけど、まあ、そういうところで言っちゃうと、まあ、数年前に所属していたムルジア選手この選手もスロベニアのレッドスターっていう選手でいた、ね、チームで。あの 得点を取った選手なんですよ。はい、その前にも j1 で躍進。かなり j1 をかき乱した年のツートップのズラタン選手であったり、ノバコビッチ選手です、ね。あいたいたノバコビッチ選手覚えてるよ。もうまあそういった東リーグでまあ得点を取ったり。まあ遠のセルビアであったり、スロベニアであったりの代表チームで活躍する。選手っていうのを取ってエースにし、そのしていくっていうのがとてもうまい選手なのでまあ、ハスケッチ選手も。 まあそういういののももあっててか、すすごく期待されてるんですよね。なるほど他には何かここ要注意だっていうところはあるまあ先ほどバラバ選手が抜けたであったりディフェンスでも櫛引選手がサンフレッチェの島に行ってしまったりあ、ね、たまあ奥井選手が抜けてしまったりとディフェンスでも何人か抜けてしまっているんですけど、まあ、さっき言ったマクシメンコ選手であったり他にも 旗尾選手であったり既存の戦力でもとてもいい選手がたくさんいるのとあとはミッドフィルダーの補強がとても顕著ですね、今年はなるほど。まあ注目すべき選手としては、まあ、左サイドに入るであろう尾長選手という選手がビファーレン長崎から入ってきました。 まあこの選手はビファーレン長崎で J1 に上がった年もですねもうレギュラー張って J1 で活躍してたゲジャワンでも活躍してたような選手なんですけどそれとあとは湘南ベルマーレからバラダ選手と入れ替わりで移籍してきた菊池俊介選手という選手がいるんですね<ー>まあ開幕戦トップ下で出てたんですけどもまあバラダ選手の穴をまあ抑えるにはもうかなり有力な選手となっているかなと思います あとあれか逆サイドに一平篠塚選手がね。まあ去年加入した篠塚選手いますね。いや、まあ、ね、あの選手はね,う,ねうまい。なんか頭がずる賢いよ。ちょっとあの選手は。まあ J2 にいる選手ではないかなと正直僕は思っています。うん まあ今年新戦力選手まあいっぱいいてまあ監督も高木監督とても実績ある監督で采配にも注目していただきたいなと思ってるんですけどまあ今年の大宮はとても戦力が厚くてですねまあ第1節、どんな試合だったか知ってますか 2, 2 1で水戸に勝った試合ですよね,そうですねカウンターでオンゴール誘ってみたいな1点目とまあそうですね まあ、とても、あんまりいいし大宮としては理想の試合だったとは言えないんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、とても注目しなければいけないのは交代して入った選手が全員活躍してるんですよね<ー>要は控えの選手ですね、まあ、後半に入ってから、えー、ちょっと順番は忘れちゃったんですけどトップ下の奥貫選手という選手と、まあ、右サイド篠塚選手と変わった酒井選手あの酒井豪徳の弟がいるもんね、はい 2>, まあ2人いるんですけど、そのうちの1人なんですけど、あと、ハスキッチ選手とね後半60数分に変わった富山選手という J1 でも実績ある選手がいるんですけど、が入ってからまあ攻撃のリズムが良くなって、結果的に富山選手があの決勝ゴールを決めて勝つという試合だったんですよ。なるるほどまあ実績ある高木監督でまあとても戦力が いっぱいいるので、まあ、試合の状況によっていろんなオプションが使えるっていうのがまあ一つ大宮の今年の強みなんじゃないかなと思います。<っ>なんか去年あの昇格した横浜 FC もとても控えも充実してて誰がスタメンを張ってもっていうような試合チームだったので、まあ、ちょっと似てるんじゃないかななんて僕は個人的に思ってますねいや怖いですね。そしたら第節大宮戦 そうですねじゃあまあその中で特に上げるとすれば僕はまあさっきプーも言ってくれたまあ篠塚一平篠塚選手右サイドの選手だったり尾長選手っていうサイドの攻撃力ですね。えぐいよなサイドもうそうですねと特にまあジェフはあんまりセンターラインの強化っていうのは今年測かってるんですけどちょっとサイドのディフェンスっていうのは去年から課題にしてるところなので。 そうなん J2、まあ、屈指の破壊力を持つサイドの、まあ、どう対処できるのかっていうとこが、まあ、あるので、ちょっとここが注目かなとまあ思ってますね。そうですね。ありがとうございますよ。もう、めちゃめちゃリポートしてくれるじゃん、リサーチ。まあ、ちょっと大宮は今年ちょっと注目チーム、ね。ポイントが多かったね。ち,ね <laughs> ちょっと熱くなりましたね。したら、じゃあ、そんな大宮を迎え撃つために、我々 JF ユナイテッド一茶千葉は、 どんなスタメンで戦っていけば勝てるのかなっていうのをちょっと予想してきたので、それぞれじ,じゃあ僕から発表していって、まあお、まあどうしてこう選んだのかっていうところまでもね、ちょっと話していけたらなと思うので、じゃあ僕の予想スタメンからいくと、まあキーパーがもう新加入の荒井翔太選手にもう任せます。そ、まあ、してセンターバックは変わりなく第一節と、荒井一希選手とチャン・ミンギ選手。 で、まあ、左サイドバックに安田選手。で、右サイドバック変えました。うん、ジェイソン・ゲリア選手から、え、米倉選手を1個下げました。で、まあ、ダブルボランチは変えない。もう、田口選手とアンドリュー選手。で、左サイド。ね、もうここは期待込めます。ここの左サイドに関しては。もう、ため選手を使ってほしい。で、好きですね、タメダ選手。そう。右サイドは堀米選手。で、ここも結構ね、 2トップはアランあクレーベ選手ともう一人、黒ロ平コウヘイ選手です。開幕戦はベンチ川又選手だったんで、ね、ク選手コウヘイ選手はベンチ外だったんだけど、ちょっと今回起用してみたいなと思ったん、ね、で、ま,あ、まず<ー>まあセンターバックはもう前節同様頑張ってほしいで、まあ右、左サイドはもう。 安田選手にねで安田選手のいいところってサイドバックなのにラインコントロールめっちゃするんだよそうです、ね、だからもう安田選手に、まあ、若手2人のセンターバックに対してベテラン、まあ、増島選手を組ませるっていうのを考えたけど、まあ、サイドバックからライン統率をかけれるサイドバックを1人入れるっていうのと。 まあ、ジェイソン・ゲリア選手もいいけど米倉、まあ、選手サイドバックにおいてもちょっと縦のスピードと戦ってほしいもう、まあ、去年みたいな感じですよね、<う>サイドバックに置くのは結構ね、安田選手と考えたんだよ、縦にぶち抜かれるんじゃないかってそうですね、確かにだけど、まあ、ラインコントロールのこと面を考えて、まあ、安田選手のスターメンで入れる。 で、2ボランチ、まあ。海外経験もあるじゃん、ね。まあそうね、代表、元日本代表,代表だし。で、まあやっぱ、ユン・ジョンファンのね、もうマナ弟子と言っても過言ではない、このチームの。もう、やっぱり大切です。で、ダブルボランチ。アンドリュー選手と田口選手。で、あれじゃん。アルディージャってさ、3、4、2、1じゃんね。 そうで,す、ね、でこの2を3、4、2、1のさ、シャドウの2枚を抑える、抑えられなければ、もう勝ち目はないと。で、まあ、ボランチしっかり守ってほしいから、2いい、ね、ツーボランチはもうね、欠かせない。で、うん、まあ、アンカー1枚にして、2個出すっていうのも考えたんだけど、やっぱね、ユン・ジョンファンといえば、4、4、2っていうところもありますので、まあ、ダブルボランチで抑えてほしい。まあ、ね、まあなんか、去年のさ、ホームのミト戦かな。 みたたいいな失点を避けたでドリブルでえぐられてマイナスに下げられてトップ下からドカーンとシュート打たれる感じ、うん、あれをもう<ー>アンドリュー選手がさセンターバックともう同じレベルまで下がっちゃっててもう寄せきれなくて下げられた時にはもうドフリーで打たれるみたいなだ本当もうポジション取りが重要かな、えー、このダブルオーランチの今ンに限っては。 まあ、もうツーシャドウをどうやって抑えるかが結構鍵、鍵<う>で、まあまあ、去年のミ戸戦の動画も多分 YouTube に上がってるんでぜひ失点のシーンとか見てほしいね参考にで、まあ、逆に4、2、3、1の穴ってどこかっていうとサイドなんだよねカウンターのそ,うです、ね、そこをためた選手がえぐるっていうイメージで。 左サイド。だから早い攻撃。カウンター合戦になる予感がする、俺の中では。なるほど。だサイドハウィングバックが上がってる時に、取ってすぐウィングで攻め返す。サイドハーフが攻め返す。そこが大事。<ー>で、堀五名選手を左サイ右サイドに入れてるのはカットイン。カットインに期待したい。で、工藤。どちらもできますからね。そうね。も左もで、工藤浩平選手に期待したいことは、もう、 守備ディフェンスボランチを潰すそれに限るで捕まえにくいよね工藤航平選手はとってもまあとても味のある選手ですよね、えー、ベテランって感じのどこのチームでも活躍してますからねでボールをさばいてほしいねでまあアルチネイローいいエースもう点取ってほしいね そうですねそろそろ欲しいですそ、ね、そろそろ欲しいよ千葉銀カップも合わせて、まあルチね、得点を目指してほしい本当にまあ、こんな感じが俺の予想スタメンかな、ね、じゃあリーはどう僕もまあプーと被るところはたくさんあるんですけど基本的に開幕の第一節とあまり変わらないんじゃないかなと思っています。 ゴールキーパーは、まあ、一緒ですね、荒井選手ですもうは。今年は怪我さえなければ外れることはないでしょう、基本的にもう、そのくらいのすごい選手だと思います。で、第1節1、1ゼ0で勝ってるので、ディフェンス陣4人も、安田選手、チャン・ミンギ選手、荒井選手、ケリア選手、変わることないんじゃないかなって僕は思います。なるほどで、ねそうですね。で、ダブルボランチも一緒です、アンドリュー選手、田口選手。 まあ今年の自負、ここにかける期待はとてもでかいと思う。いやーまあそうだろうね、うん。まあ田口選手なんかも、まあさっき名前は出なかったんですけど、まあ目玉補強。ちゃあ目玉補強ですよ。そうよ。なかなか去年弱いとこでしたからね、ボランチも <laughs>。毎年。それはもう毎年だよ <laughs>。まあそうですね。外国人いっぱい取ったりした時期もありましたね。懐かしい。で、サイドも変わらず、 えー、右に米倉選手左に堀米選手ですねこの2人も、まあ、ジェフサイドの選手何人かいますけどいろいろタイプの違った選手がいっぱいいるんですけど基本的にここも、まあ、米倉選手は今年はサイドバックじゃなくてあの位置で2列目の位置で使っていくんじゃないかなと僕は思いますね、まあ、第1節も活躍しちゃいましたしまあ1点目な取ったしね そうですね、まあサイドバックにおいて、まあ、去年の後半活躍したアラン・ピニエル選手右に置くっていう手も僕はなしではないかなと思うんですけどまあ第2節、第1節にのっとってあんまり変わらないんじゃないかなって思いますねで、2トップがで、まあ、何も変わらないのはちょっと予想として面白くないかなってことで2トップを、まあ、クレーベ選手とやっぱり成田の男船山選手ですね、僕はそう予想しました。いやー まあ、船山選手の手も見たいけどね、もう。<laughs> まあ、ちょっと、試合を見てたりすると結構批判は集まりやすい選手だったりもするんですけど、でも、なんだかんだやっぱりジェフのサポーターは船山選手が好きなんじゃないかなとまあ僕は思うんですよね。好き結局、好きなんだよね船山選手。結局そうなんですよ。 まあ僕は結構、松本山がっていうチームが JFL の頃から注目して好きなチームなんですけどまあ塩沢選手と2トップ組んでた頃から船山選手っていうのは大好きな選手なんでジェフで去年も2桁あげましたよね、一応一応ねまあクレーベ選手とまあ川又選手だったり山下選手だったり今年はフォワード豊富なんですけどまあやっぱり船山選手2桁取ってくれればなって思っちゃうんですよね。 そしたらまあ僕の予想はそんな感じですね。そうねしたらじゃあ、どんな試合になるかなっていう、まあちょっとさっきスターメン発表の時に話しちゃったけど、まあこんなこと起こるんじゃないかなって思ってるっていうのが、うん、まあこんな感じ。まあディフェンス陣が鍵かな、やっぱ。まあそうですよね。もう、クリーンシートで勝ちたいな、できれば。 今日前節に引き続きで結構さ俺前節さ増島選手後半途中でさ、うん、入れたじゃんね荒井一希選手に変えて、うん、そう<あ>そうですねあの交代を見た時にユン・ジョンファン監督すげえなって思ったんだよ、うん、普通さ<ー>早い時間帯にセンターバックって変えることめったにないじゃんまあリードしてますしねリードしてたし,しうんし まあ、守備固めするにしてもさもうちょっと遅い時間かなって思うのにまあ、ね 1>, まあ、1枚目のカードだしねしかも1枚目のカードでセンターバックを変えるくらい、まあ、守備に、まあ、力を入れているっていうのは、まあ、監督の意向も見えるし確かに、まあ、とにかくクリーンシート目指してほしいそして、まあ、さっき俺も言っちゃったんだけどカウンター合戦 ーミ、まあ、アルディージャのカウンターを防いで、うん、カウンターで攻め返す、まあ、相手のね3、4、2、1の,のサイドの穴をねついてほしいよねでも逆にさーミ、ね、アルディージャのカウンターも怖いんだよね去年の試合とか見ててもそうだけど、まあ、攻撃陣はかなり J2 トップクラスという、まあ、前評判ですけどねありますから。 じゃあ、そんなね、えもう、こんな試合で、もう、予想スコア。いきましょう、予想スコア<お>。この予想、全部踏まえて、アルディージャの、ポイント、俺たちのスタメン、そしてこんな試合になるんじゃないか。そして、最終スコアの予想は、僕からいきます。僕は、2対1でジェフの勝ち。リーは、僕は1対0で、 まあジェフに勝ってほしいなと思いますねまあそうだねジェフの応援番組でさジェフ負けるっていうさスコア出しづらいよねちょっと <laughs> まあ結構シビアにちゃんとつけていこうかなっていうコンセプトでやろうとはしてるんですけどね <laughs> まあ俺も希望第一回放送ですかそう第一回放送だしね希望的観測を含めて今回は2対1つけさせていただきましたで, 2> で、ね、俺2点先制で1点追いつかれるおおなるほどそう 逆に、先制されたら俺勝てないと思う。大宮に。先制点、まあ、よく言いますけど、大切ですね。やっぱり強豪チーム。強豪チームだし。対決は。だし、大宮のね、ディフェンス、考えたときに、1点取った後、<laughs> はい、さらにさ、ディフェンスが下がるじゃんね。大宮って結構。そうですね。で、またカウンター狙い始めるじゃん。だい 先制されたら多分ね3-0くらいで負ける気がする、はい、けど逆に先制点取れたら前がかりになってきたところをもう1点カウンターで取って1点追いつかれるくらいあ、うん、なるほど俺の予想まあ多分大宮のディフェンスとしては多分川本選手と河本選手河本選手は多分外れずに多分そのまんま2人左から来て一番右の センターバックが誰にななるかなってとところだと思うんですよね第一節は山越選手って、まあ、川崎フロンターレとか入ったんですけど、まあ、背の高いほかにも畑尾選手であったり、まあ、外国人のマクシメンコ選手っていう選手がいて、まあ、誰が入るかによって結構変わってくるかなと思いますねなるほどねまあとにかくでも勝ってほしいよねジェフに今,し今節はまあそれはもちろんも,<う>もちろん じゃあ、もうこの選手をすもう見とけっていう、一押し選手いきましょう、<れ>一<応>僕の予想は入らない、はい <laughs>、でああ、そうだね、リーの予想は、この1-0は、その心は、はい、まあ、スライドに出てると思うんですけど、1-0ということでですね、まあ、僕もプーと言ってることと同じように、ですね先制点、とても大切かなと思います。大宮に点を取らられたら まあジェフ、厳しいかなということで勝つならまあ1 0かなというふうに思ってますで、まあ、相手をゼロにしたのは一応まあ理由というか思いがあってですねまあジェフっていうのはまあ去年結構守備にいいイメージがなくまあかなり下の方の順位に沈んでしまったんですけどまあ今年はユン・ジョンファン監督センターラインを強くするということでかなりディフェンスに力を入れてるんですけどまあ僕 かかかららしたらなかなかまだ信用でき言うねん <laughs> まあ千葉銀カップ第一節、まあ、守備に結構光は見せてくれたのかなとは思ってるんですよだからこその期待も込めてなんですけどだからこそ、まあ、攻撃ちょっと評価が高い大宮をまあゼロに抑えてくれればもう得点は1点だろうが2点だろうが、まあ、最悪引き分けでも評価できるんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますねなるほどね まあクリーンシート目指したいね俺さっきクリーンシートで勝ちたいとか言ってたけど2 1にしてるしさ <laughs> いやぜひちょっとサポーターに期待を持たせてほしい試合です、ねまあ、クリーンシートで勝ってほしいまあじゃあ、うん、そしたらね第2節イチ押し選手いきましょうイチ押し選手よしよし今回のね注目選手は僕はですね田口選手にしたいと思いますうーん 期待したい新戦力だしボランチジェフに補強が必要だともう言われ続けてきたボランチの補強そしてもうさっきも言ったけどツーシャドウを抑えなければ点が取られてしまうってなった時のボランチの重要さでカウンターへの速い球出しロングフィードそこにパスを出してくれっていうところに出してくれる正確さ そこも見てんのかっていうパスに、田口選手に期待したい、うんまあ、J1 からも移籍の話がいっぱいあったっていうような話がありますからね、ね田口選手は。その中でジェフを選んで、まあ、去年、実際いい成績ではなかったジェフを選んで戦いたいって言って来てくれた選手ですから。1> 第1節のさ、1>, 1点目のさ、あのはい、跳ね返ってきた。 あれをさ展開するって思わない普通あんなんさ打っちゃう,う、ね、シュート打っちゃうよねあそこにこぼれてきてさ俺だったら打っちゃうもんシュートまあ名古屋にいる時からパスに定評がある選手ではあるんですけどね田口選手すごいもう視野が視野が広いまあそんな田口選手のねロングフィードとかカウンター一戦で勝ってほしいなと思っております したらじゃあリーの選手は僕は、まあ、スライドにも書かれてると思うんですけど、クレーベ選手ですね、はい、まあもう言わなくても分かるよってことだと思うんですけども、もまあそろそろ芝ンカップ第1節見てて、フォワードから得点の気配が欲しいですね、僕からしたら。いや、フォワードやっぱりが点取れないとね、やっぱチーム乗ってこないからね、結局。 まあ、J2 勝ち切るのは結構大変ですよね、ねで僕はやっぱり、の今のユン・ジョンファン監督の前の前ですね、エジリ監督も挟んだんで、はい、エスナイデル政権の好不調の波っていうのは、ラリベイ選手の好不調の波とともにあったんじゃないかなと言ってもいいぐらいだと僕は思うんですよ、はい、ラリベイ選手が1何点、18でしたっけ、いくつでしたっけ。<十>上げた時はプレーオフに行って なかなか、ラリベイ選手得点2桁取れないなーって時にエス・ナイデル監督解任と、そうね,ね解任じゃないかみたいな話が出て、どん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 ん成績低迷していったっていうところがありますからね、まあ実際に去年の柏レイソルにはクリスティアーノ選手、オルンガ選手がいて、FC、横浜 FC にはイバ選手っていうね絶対的外国人エースがいたんで、クレーベ選手にもそうなってもらいたいですよね。まあ、最近の J2 っていうのは結構湘南ベルマーレだとか松本山雅 FC だとか大分トリニートとかシステム、その監督独自のスタイルをもう成熟させて成熟させて絶対的な15点以上20何点取るエースがいなくても勝ちきるみたいなそれがそういうチームが結構最近の J2 では目立つんですけどま,あまだそこまで成熟しきっていないのが今年のジェフユナイテッド千葉かなとその1年目ですからやっぱり。 っていうことでまあ昇格するにはまあクレーベ選手が去年と同じくらい活躍してくれないと無理なんじゃないかなと思ってるのでクレーベ選手を上げましたなるほどじゃあこの選手にね注目しながらもう迫る土曜日にぜひとも勝つとうね勝ちたい,いや勝ちたいよ本当勝ちたいね間違いないなんか最下位けいきなり勝てるってさでかいじゃんやっぱいやーね結構やっぱり まあね大宮のファンも勝ちたい思いが強いんだろうけど、ねまあ、どのチームも勝ちたいって思うけどさ、うん、ジェフって結構最下位だけ強いイメージがあるんだよ俺。お<う>というとさう去年の台風の後のさ水戦とか覚えてるああねうんもう覚えてる先制さそれそ,それこそさっきの,あのマイナスに下げられて1点取られたところからクレーヴ選手のね、うん、超絶ロングシュートと PK で勝ち越すっていう。 試合とかまあちょうどねミトホーリーホックの調子が良かった時期だからねしかもそうねあとはく、ま、最近だとあれだね熊本自身の後熊本を迎え,<ー>迎えたジェフ、まあ、手を抜かずね勝ちきるとか、うん、もう本当に中断明けのジェフと言っても過言ではないと思うのでぜひ、うん、ともね我々ジェフイナイティと市原千葉サポーターみんなで応援してええー もうこの一試合勝って波に乗って、いきたいなと思いますね。うん、行こうぜ、水戸線に。水戸線につなげよう。の大宮線ですよ。もう今シーズン、これからを占うと言っても過言ではない、第二節、大宮線、土曜日です。 はい、えー、ディレクターの優です。ということで、えー、次回の動画について、えー、今から話します。えー、明日た27日の大宮戦の解説と、えー、感想についてと、えー、第3節の、えー、水戸戦について、えー、今回のような試合の予想を、えー、来週。 第二弾でもやっていきたいと思っていますということでお二人第一弾はいかがでしょうかいやもうね難しいねなんか喋るのもあとや,やっぱ熱くなりすぎ一応ね台本ざっくり台本はあるけどそんな台本なしでやってるからね,うね後日談がすごい <laughs> もう、まあ、来週はね、まあ、とにかく試合、ね、勝ってほしいなと思っております まあ、早くスタジアムにも行きたいし、俺、あれ食べたい。うん、サマナのカレーもさ、そうだけどさ、タコス。スタジアムのゴールラのとこにある、あね、テキサスのね、タコスとか。スタグル食べたいね、早く行って。確かにね。スタジアムのビールね、うん。あ、ビールね、そう、スタジアムで飲むビールはマジでう、ね、まいんだ。あれな、毎回、リーが確かに気さくでソーセージ買って、俺らが <laughs> <う>、入り、そう。行ったらね、飲み物、ね。 でなんか見に行くとソーセージ売ってるから食べたくなるんですよ。<そう> <laughs> 福田たいね。そうねなんかあんな量いいらなななんんだけどね食べたくなるまあそんな感じでね、<laughs> 次回以降もやっていきましょう。<laughs> はい。そうですね。まあちょっとね、なかなかね会話がかぶったりとかね、まあちょっと素人丸出し配信だったかもしれないんですけど、まあなんか本当に。 J リーグ大好き仲良し3人組でね、本当になんか飲み会でこんな話をずっとしてたのの延長戦みたいなのでやれたらいいなって思って始めた配信なのでね、ちょっとそこら辺は皆さんもなんかラジ本当にラジオみたいな感じで片手間に聞いてくれたらないはい、えー、そしたらですね、Twitter と Instagram もやっているのでぜひフォローしてください、えー、SNS からもね、えー、どんどん発信していきたいなと思っております、そして、えー、チャンネル登録、はい、インスタさー そうなんよね。よね俺らさ、フォロワーゼロからさ、一人目のフォロワーが、なんとね、2005年シーズンにジェフに来たね、スーパー伝説外国人って言っても過言ではない、スーパーマリオ、マリオハーズ選手からのフォローいただきましてね。もう、驚き。逆にその一人、ね、逆にその一人しかフォローしてもらえてないんだよ、俺ら。そう、なんのね、トーもしてないからね、なんなら。まあ、ね、本、ま、当、あ、どんどんフォローして、まあ、 ジェフ以外の情報もこうやって発信していけたらなと思っているので、みんなで J リーグ、J1、J2、J3、えー、どんどん盛り上げてね、えー、ジェフ、そしてジェフのね、昇格、みんなで応援していきましょう。そしたら、チャンネル登録と評価の方、よろしくお願いします。それでは、また会いましょう。かしわりは負けられないをお送りしました。しプーと、リーと、ユーでした。バイバーイ,バイ,バーイまた。 와아